ナンバーアイの未来に漂うアンウン、平野用熱愛にわせとキャバかゆい疑惑が半離れを招く。ナンバーアイ、戸辺への遺跡と新たなるスタート2022年7月7日、平野用と神宮寺裕太、そして10月15日には岸裕太が、それぞれ旧ジャニーズ事務所から滝沢秀明社長を率いる戸辺への遺跡を発表。 岸の合流とともに、新しいグループ、ナンバー・アイ、が結成され、ファンたちは、今後の活躍に、期待を寄せた。しかし、新たなる一歩を踏み出すその瞬間に、グループを取り巻く暗雲が垂れ込めているとされています。匂わせ騒動、リーハタとの関係が波紋を広げる平野仕様が巻き起こした、匂わせ、疑惑の相手は、ダンサー兼振付師のリーハタ。 この騒動の発端は、二人のインスタグラムでのペアコーデやコラボダンス動画の投稿であり、これにより多くのファンが激しく動揺しました。お揃いのスウェットやピアスなど、様々な指摘が相次ぎ、グループのファンの中には不安が広がっています。 キャバクラ通い疑惑、滝沢社長との関連性が浮上過去のファンクラブ会員動画での平野と神流児の発言から、滝沢社長が婚懇意にしているキャバクラへ二人も通っているのではないかという疑惑が噂されています。これに対して、ファンからは、もっとファンの気持ちを考えて行動してほしい、との声が上がり、グループに対する期待感と信頼が揺らいでいます。 ファンクラブ動画での内輪の女性ネタに対する批判も一部で広がっています。ロゴ騒動、ザボナズトップの告示からの物議ナンバー i が発表したロゴが人気ロックバンド、ザボナズのロゴと告示しているとして、SNS を中心に議論が巻き起こりました。ただし、 トベは11月20日に公式ホームページで声明を発表し、ザ・ボナズ側との話し合いで合意を得たことを述べつつ、現行ロゴのまま活動を続けることを発表しました。活動の停滞、グループの将来に不透明感ナンバー、愛の3人はトベに移籍して以降、ドラマや映画などの大型の出演情報が出ていないと報じられています。 同じく戸部に所属するイムプオ井イ北山博光さんの新曲も、ファン以外からの注目が限られており、グループ全体としては厳しい状況が続いています。これにはナンバーアイを取り巻く所問題の影響があるのか、それとも単なる業界全体の厳しい状況によるものなのか、はっきりしないところがあります。 ナンバーアイ、未来への一歩を踏み出すためにナンバーアイはこれまでの活動で数々の成功を収め、多くのファンを魅了してきました。しかし、最近の騒動によりグループに対する不安や疑念が広がっています。匂わせ騒動やキャバかい疑惑、ロゴの問題など、これらの出来事がグループのイメージに影響を与えていることは否めません。 未来に向けて、ナンバーアイはファンとの信頼を取り戻すためには、これらの問題に真摯に向き合い、クリアな説明や行動を示す必要があります。同時に、メディア露出や新曲リリースなど、グループ全体の活動を通じて、ファンとの結びつきを強化することも重要です。そして、ファンが待ち望む国民的な作品への出演や、再び注目を浴びる瞬間を見つけることが、 ナンバーアイの本格指導への鍵となるでしょう。未来への一歩を踏み出すナンバーアイには、ファンの期待と応援がついています。彼らがこれまで築いてきた成功の道を進み、逆境を乗り越えて輝きを取り戻すことを願ってやみません。